Hello, hello, welcome back guys to another video. どうだ、少しは落ち着いたか。合流会相手によく戦ったな。いや、俺もカズキさんもこの町がなければ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。ソーシャルメディアマフォローがなっちゃうのにちゃう奴の相手に何もできなかった。リンクディスクリプションな。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。キリュウさん、お前たちは毎日一生懸命働いている。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ郷田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじけが解除してる。真島の兄さんが。ヤクザのルーティンがある。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。
よし。え、嘘。何？ああ。हाम्रो माजिमा अङ्कलले बम डिफ्युज गर्नुभएको छ, एकदम सफल हुनुभएको अवस्था छ। कथाले माग गरेको त्यही हो र उहाँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。残念だが、あれパズルだ。行くぞ。
さすがだな、マジマの兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴いとったわ。百発百中やで、な。はい。ありがとう。やめや。そないに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さあ、飯でも食いに行こうか。ええ仕事すると腹がすくのう。はい。じゃあキリュウちゃん、後のことは任せたで。ほな。そやキリュウちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。いや、うん、ああ、そうだな。気に食わねえな。あんだおっさん。しばらく寝てろ。おい、どうした。屋上で男女が争ってるみたいっすよ。秋元、お前またやっちまったのか。そんな女なんかもうほっときゃいいんだよ。俺はお前の味方だぞ。バカな真似するんじゃねえぞ。キャ
願いします。おじさん、おじさん、おじさんの真ん中あるか。おじさん、すべてみと。ぷっくるから。おい。最低がやつあご。秋元くん、私たちが死んじゃったらこのお腹にいる新しい命はどうなるの？新しい命？そうよ、この子のことよ。な、なんだって？いつの間にそんなことに。もうどこまで言わせる気なの？だってまだ僕たちキスもしたことがないじゃないか。じゃあこのお腹にいるのは誰の子っていうの？なんで今までそんな大切なことを黙ってたんだ？秋元くんを驚かせようと思って。やっほー、今日からパパだー。覚えとけ水木ちゃん。秋元くん、行こう。あ、俺、一生君に捧げるよ。うん、じゃあこれから同伴してお店でシャンパンパーティーね。そうだね。やっほー。あの人たち一体どこまで行くつもりなのかな。さあな。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。行こう。時間食っちまった。行こう。 I wanna see to some dark
ばらく寝てろ。ああ。
時間食っちまった。行こう、もうすぐだよ。着いた。ごめん、雨だよ。あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだこんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少しキリュウに話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と合田隆二の経歴だ。合田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか佐山薫と合田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課主任警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。ああ、どうして本庁の四課長がここへ。例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの。全て解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった。府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの。どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人。そうだ、奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの。神室町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。神室町ヒルズのことか。おそらく。あなた行くの。ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何。私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ。今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何、別所さんが。ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする、行ってもらえる。
ああ、わかった。何？オッケー、レッツゴー。さあ、行くか。先に行くなよ。どっちまで行かれます。それでは出発いたします。 PD はポジションヘッドクワーター。 PD が P やっちゃ。さっきの佐山の態度気にならなかったか。ああ、関西で何かあったんじゃないのか。それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。受けてるじゃか。誰もいないようだが、これはどうしたんだ。これは佐山か。これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。バゲルケのタコトカルボスモス。さやま。誰だぜ。さあ。ママ。ミロット。ギブヒムサムジャスティス。Okay, I'm so glad you're here. Thank you for watching, guys.
I'll see you in next video.